身は楓ちゃんとひふみんくんです。2021年12月3日のお昼12時頃に生まれました。なんと展示場での出産だったようです。お名前は椿、女の子です。両親がうまく育てられなかったため人工保育になりました。飼育員さんたちに愛情を注がれてすくすく育っています。ちなみに好物はさつまいもだそうです。生後3ヶ月頃からアウトサイドパークで展示が開始しました。大きく成長していますね。首輪ペッカリーを解説します。首元の白い模様が首輪に見えるので首輪ペッカリーです。イノシシに似ていますが仲間ではありません。イノシシより小さく体長は75から100センチで体重は14から18キロです。お尻の臭腺を互いにこすりつけて匂いを分かち合うことで仲間や行動範囲を識別しているそうです。走るスピードは時速32キロメートルと速く、人間に例えると陸上女子の日本記録を狙えるくらいの速さです。天敵に襲われた時の行動がとても勇敢で、群れを逃がすために一頭だけで天敵に立ち向かうそうです。漫画やアニメでよくある、ここは俺に任せて先に行けみたいですね。イノシシのようでイノシシではない勇敢な動物、首輪ペッカリー。ぜひ動物園で観察してみてください。